大王糸巻ツむバイ、学名マナリアチノイは、エゾバイカに分類される海産の巻貝の一種。拡張80ミリメートル前後になり、エゾバイカとしては中型だが、糸巻きシュアバイ族としては大型。殻は、細長い防水型で、全体に白色で模様などはない。フィリピンのやや深い海に散するが、息高いが、未だ採取されない珍品とされる。のチノイは、 日本海類学会の血の三尾への懸命で、本種の新種記載に用いられた標本の多くは、血のがフィリピンの採取業者から購入して記載者のフラウソンに託したものである。体高は86ミリメートルほどになり、スレンダーな防水型をしている。ラトーは高く、五星層は約10層ある。縫合が狭く溝状になるのが、本種の目立つ特徴の一つである。 すべての標本で侵食されているため詳細は観察されていない。また、高生層との明瞭な境界も確認されていない。細い西アバラが全体にあり、ラト頭上部には縦アバラもある。高生層のうち最初の4層は、各表面が侵食されているため西アバラは縦六管にのみ認められる。5層目には細く、シャープな9本の西アバラがあり。 ここでは、ラーバラとラロッカンはほぼ同じ幅で、ラーバラは縦バラ上でも消えずに、縦バラを乗り越える。ラーバラは成長にとともに、数が増え、次体層では12本を数える。体層には41本の西バラがあり、体層上部では、ロッカンは狭いが、角底部では、ラーバラが細くなるとともに、ロッカンは深く広くなり、時に、 ラロッカーに二次的なラジオが現れることもある。縦ラは3層目に10本、6層目には12本、あるが7層目付近からは弱くなり、生涯の体操ではほとんど消える。殻は厚く、白色で模様はない。縦長で外心は厚く、外心内面には約7本のうち脂がある。軸唇は弱く曲がり、中央やや上寄りに不定型な結節がある。 水深100から160メートル、あるいは300メートルから死骸が得られているが、詳しい生態は知られていない。大王糸巻イトマキツムバイは、縫合が溝状になること、生害の体操では、縦あがらが消失すること、軸唇に結節ができること、サイズが大きいことなどで大部分の糸巻ワバ倍属、マナリアの種から区別される。 インド洋北部から報告された、この属のタイプ種マナリアサーストには、方号が弱く溝状になることや、軸唇に結節があることで、最も本種に近似する種だが、ラトウの幅が広いこと、ラーバラが太いこと、サイズが小さいことなどで区別される。ありがとうございます。